もピョキングです。今日もトロールコースと一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース3ディメンショナルトロールスということで、ディメンショナルっていうのは次元っていう意味らしいんですよ。なんでそのまんまですね 3D のトロールコースっていう意味だと思うんですよ。いや、僕ですね 3D のトロールコースめったにやらないんで非常に楽しみにしております。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.40%、 そして 3D のトロールコースって数が少ないような気がするんですよね。僕が探すの下手くそなんかな。じゃあまずこのドアに入っていけという感じでしょ。いや、キリが登らなくていいよ。開幕調査から完全にやりに来てるね、この制作者。上等じゃねえか。受けて立ってやるぜ。さあ来るんだ魚、今何が今なんだよ。じゃあここは上に上がっていいのかな。あ、キノコが取れたけどこのまま右に進む。多分それで合ってると思うよ。あれでもさあ、合ってる合ってる。このトゲ像でチリになって先に進めるっていうわけだね。さあ進んでいきましょう。そして次にワープブロックがあるのか。このワープブロックに入って先に進んでいけっていう感じだね。うわ怪しいよ。ジャンプしない方がいいよ。ここ走って抜けます。それじゃあここは一旦バネを出しておいて先に進めっていう感じだと思うんですよね。いつも邪魔しやがってこのマネ野郎が。上に閉じ込めてやろうか借りは返したぜ。で、こっからうわっ、クリボーのかぶりもんかぶってっていいのかな。まあ出るアイテムはね全部もらっていきたいと思います。そしてこのパワーブロック持てないぞクリボーをかぶってるから持てないじゃねえか。それじゃあここはクリボーのかぶり物をかぶらないで土管に入る。これで合ってると思うんですよね。そんでこのパワーブロックを投げてブロックを壊したら先に進めるっていうことだね。さあこっからなんだけど、左まであれ何、あ、右キノコ出てきたよ。これ取っていいんじゃないの。そしてこのまま右に進む。 CP、 あ、分かった。チャラップの裏にチェックポイントがくっそ、なるほど。キノコを取ってチョロプーに当たれっていうわけだったんだね。それじゃあ一旦このまま先進んでってみようか。まだ何があるんだろう。こっからいや先進めないよね。ボブ兵がなんか出てくるのかな。なるほど、このボブ兵がブロックを壊してくれて先に進めるっていうわけだねうぜえここはキノコを取ってピョンチュの裏に中間ポイントがあるっていうことでしょ。ナイス。それじゃあ進んでいきますか。多分ねキノコいらないと思うんだよなこの先で。ここでボム兵でブロックを壊してもらって、こっからなんだよね。こっからこの上に隠しブロックがあったよね。なんでこっからジャンプジャンプ、ここどうやっていけばいいんだろう。この場所でボム兵を出すことは間違ってないと思うんだよな。あ、これで下の方だけ壊れるみたいな。左の方まで出してたからいけなかったんだね。それじゃあ進んでいきましょう。矢印気になるな。待って、キノコ大丈夫、追いかけていいのかなこのキノコ成敗されたでござるか。成敗されたでござるね。それじゃあ僕はもうアイテムを信用しないでいきたいと思います。あんなキノコなんかに頼ってらんないで。そしてこの速くなるやつ絶対先なんかあるでしょ。あ、なんもないのか。それどうしたわ。ブーメランとキノコいい方を取っていこっかさっきの言葉全言撤回しよう。で、ここでオンオフ、そして下に行けるっていう感じだね。砲台には引っかからなかったね。じゃあここで上のドア、多分ドッス罠だよきっと。トンカチちゃんいるじゃないの。どこに隠れてたのトンカチちゃんよこっちはなんだ、ちに耐久か。インアウトのヒントっぽいね。さっきと同じ場所か。このドッスの方に行けば、あ、なるほどね。これでハンマーが取れたっていうわけか。それじゃあここはドッスーの方に向かっていけっていうことだろうね。そしてクリボーのかぶりもやっぱり出てきたか。さっきのヒントで教えてもらいました。今ギリギリだったね、ハンマー手に入れると。これで先に進めるっていうことだと思うんですよ。さあ行きますか。50個いい使用しているか、使用しない。そしてオフで右、50個いいの方絶対罠だよ。かけてもいいね。キャーキャーキャーすいません皆さん、賭けに負けてしまいました。この50個以の方で合ってるのか。あ、ワープブロックがあるんだね。そんでなるほど、このクリボーのかぶりもんかぶってドッスンが回避できるっていうことでしょ。さあ行きますか。こっからどうすればいいかなんだよな。一旦さこのクリボーのかぶりもん捨てる。そして下に降りる。あ、ドアがあるよ。あっちが正解なんじゃ。くっそちくわじゃなくてブロックがあるんならちくわぐらい壊してくれよマリー。絶対こっちやられるやつでしょ。なんかある。正解であってくれ。ザッツタフだもうねえじゃねえかそれじゃあ全てを理解しました。このつららに当たってドッスンを回避して、いやドッスン壊せるよね。壊してこのドアに入れっていうことだね。そろそろ中間ポイントにあってもいい頃なんじゃないかな。どっかに隠してるとかそういうパターンか。またあった。頼む取らして取らしてよ。えこれどうやって取んの。いやわかんねえ。あもう一回左に戻れっていう感じなんかな。そしたらなるほどね、オンオフされる前にここに戻れっていうことね。なんでここの土管に入るじゃん。そしてすぐ左に行けばいいと思うんですよね。右に行っちゃうとさオンオフされるから、ここで雲に乗って左に入ったら砲台が手に入れれるみたいな。よし来た。そんで中間ポイントゲットっていう感じでしょ。さあ行きましょう。いや大丈夫、ここでオンオフさあやった中間ポイントでじゃねえか。いや 3D のトロールコースって本当に難しいね。あこっからチビになっていけばいいのか。一体いかないよ。この箱持っていく、この箱持っていくのが正解でしょ。いややめて一応やしちょっと待って、先の一応やしの防ぎ方が分かんないんだけど、箱を投げておけみたいな感じかな。で持っていってみる、これが正解なんじゃない。いややめて一生やじこの3つのブロックあるじゃん。青になった時に行けばいける。やめてよ一生やじ青の時はダメだ。青が消えたら行ったら多分大丈夫もう疲れたわ。すいません皆さん、今ので分かりました。この箱を投げて一緒に行けば先に進めるみたいなこと書いてたんだよね。こういうことか。なかなか分かんねえな。本当に 3D ってやり慣れてないからさ。ここは信用していいのか。ブーメラン取るしかないもんな。そしてこの状態で投げる。うわ上の扉っぽい。これいけんのかな絶対出てくると思った。あなた右入れねえしさ、なんか用意しとけ今の。それじゃあここは早く行けっていうことだと思うよ。ちくわが復活する前に埋め。ナイス。この右は怪しいんだけどな。まあいけないよね。トンカチとか出てくるんだったら話はわかるけど、これは何が出てくる。コインか。このハテナはバブルで着火してオンオフで右に行けるっていう感じかな。ここでじゃあ投げるよ。そしてドアに入る。えっ上。いやまだワンチャンあるよ。これはゴールへとつながる。ボーナスはいらねえ。ゴールをくれ。ボーナスなんかいらねえから。ウェイトヒアって感じ。ここで待てっていうことなんかな。どこよあ分かった分かった。多分この場所だね。ここでバブルを出しておくじゃん。そしてこの左の場所で待っておけば何かが変わると思うんだよね。さあどうなる。来ました。ゴールなんじゃないんですか。右が開くみたいな。いや違うね。トンカチがあるのか。トンカチを手に入れてこのパンを一旦置いておくね。でトンカチを叩く。来たありがてえどうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオワンセックデストリューションチャレンジということで、説明文を見てもらっても分かる通りですね、ダッシュを失敗でジャンプ連打するだけって書いてるんですよ。ただコインは104枚設置してるって書いてるんだよね。でね、このデカキノコの状態だったら下のブロックを壊しつつ上のコインを取っていけっていう感じだと思うんですよ。それめちゃくちゃ面白そうだなと思いまして、それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 2.00%、まあ、こんくらいぐらいのクリア率だったらねワンチャン一発でいけるっていう可能性もあるんだよね。それじゃあやっていきますかいや違うんだって、最初にマネが来るとか分かんなかった。もう逆に1枚も取らないでいくよ。さあいけるでしょう。へい。それじゃあ真面目にやっていこうかなと思います。そこでジャンプするよ。こっからもジャンプ連打していけばいけるっていう感じだよね。うわもう1枚取り逃したね。いや2枚取り逃した。これ相当連打早くしないと全部集めれないんだろうねきっと。それじゃあめっちゃ本気でやるよ。めっちゃ本気でもう1枚取り逃した。また2枚3枚4枚いやこれめっちゃ緊張、もう腕がぶっ壊れそう。お父さんどうかなりそうだよ。ブロックと一緒で僕の腕もぶっ壊れそうだよ。今1枚取り逃したけどさ、お父さんあれ拾ってきて、あの1枚拾ってきて、そしたら僕ゴールできるからきっちい。お父さんが輝ける時が来たようだね。連打なら私に任せなさい。連打は得意ですよ、ピオキング。そして母よ、見ているか。かっこいいところをたまには見せないと。絶対ゴールしたやんね今。いや今一枚も取り逃してなかったやんね。任天堂さんどうなってるんですか。おかしいと思います。このコースはバグなんですか。バグはトロールコースだけで十分なんですよ。これでいけるだろきっと。やったどうもご視聴ありがとうございました。カルピスね。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。